こんにちはバンフ TV です。カナダの最新ニュースを浅い知識と偏見で読み解く企画でございます。今日のピックアップニュースはマニトバシルチャーチルの野生のシロクマに出会うツアーでなんと大型特殊車両に変化があったんです。なるほどどんな変化がこれ実はね昔までディーゼルで使われたんですけどなんと今年から電気に変わりました。なるほどあのちなみにさ、はい、そもそもあのチャーチルって知ってる？チャーチル知りません。知らない？ チャーチルってね、はい、白熊が見れるんですよ。<ー>白熊。なんかね、900匹ぐらい町に集まってくるんだってえそんなに似てるね、えーえ。これちなみにカナダですか。カナダ、カナダ。あのマニトバ州ってところの北の方にハドソンベイっていうハドソンベイってところがあって、で、あの秋になると凍結するのね。うん、で、凍結すると熊ってなんか穴から出てくるアザラシ待ち構えてバカって食べる<ー>で、それができるできるんで、はい、その。 真水が入る岸から凍り始めるらしいよね。<ー>ということで集まってくるんで、それを見に行くツアーなんですよこれ。なるほど、まあ日本のゲームセンターみたいな感じですかね。うん、<laughs> 全然違うと思うよ。<の>でもピコピコハンマーしたくて。いや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 、白熊だよ。でかいよ白熊。めちゃくちゃでかいからね。そうで、ね、白熊じゃアザラシを食べると。そうそう、アザラシ食べてるとこは見れないと思うんだけども。 さすがにただね、白熊が本当にこの間近で見れるっていう特殊車両に乗ってすごい高いところに窓あるんで、白熊が手と手が届かないんで安心して見れるっていうやつは、これで結構もう20年以上前からやってて、そうですね見るかりかなり手がこれね、あの今、なんて言ったっけ、SDGs ってやつ、聞いたことでしょサステナブルディベロッメント・ゴールズって、これ、今、現代人としては絶対知らないといけない、社会人としては知らない言葉。 じ要するに、なんかまあ、簡単な話、自然守ろうだよね、ぶっちゃけて言うと、そうなんですよね、バンでも、電気のものとか、なんなら僕、この間、経営ゼン買うだけで、町から保証金みたいな、あマジでもらいました、本当え、エコにいいことやると、自然にいいことすると、町から保証金が、補助金が出るんだ、そういうこと買うと、バイクとかかももししてそうです。 あ、いいバイクもお金出るんだ、出ますじゃあいいなんだろう、テスラ買ったら出,出そうな気がするな。出そうな気します、ね、で、またどん,どんどんこういう形になっててここってねうんと、すごい観光のビジネスモデルとしてめちゃくちゃ有名で、はい、というのもかつては、ね、SDGs じゃなくてエコツーリズムって聞いたことない なんかね結局ライオンね、うん、こうハンティングしちゃうとライオンいなくなっちゃうじゃん、はい、そのおしまいじゃん、はい、だから保護してこう持続的に、うん、あの観光をいつまでもいつまでもお客様に提供できるっていう方法同じだよねうん、うん、でそれを古くからやってたのがこのチャーチルっていう町な、うんもともとはねガン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 シロクマ打ってたらしいんだよあそうなんですねねでもねやっぱりね 大型の動,物動物を映っても気分いいことじゃないよね。うんうん、で町の人もなんかやっぱ気分よくないから。うん、ということでこのシロクマツアーが始まってそのシロクマを今度逆に大切に自然を大切にしながら、うん、しかもお客様を呼んでしかも殺したりしないから、うん、ハンディングするわけでもないから持続的にサービスが提供できるっていうモデルになった町なんですよね。うん、でついにここにもディーゼルでやってたのがさらにそれを推し進めて EV 車。 電気で動く車両になったっていうニュースですねいよいよ電気になったんですねこういう大きいところが電気になるってことはあ他にも影響があるんじゃないでしょうかあるだろうねで日本帰ったんだよこはいん。走ってないねテスラあいいないですか全然1台も見なかっただってねあれ1台20億ぐらいしますもんねねえよそんなに意外と安いんだよあれそうなんですよモデル S っていうのがね100万円以上値下げしちゃってなんかね 500万でしないんじゃないかな。ああ<ー>、うん、まあ手が出ない金額ではない,手ない,はない、ね。手が出ない金額ではないよね。うん、うん、そうそうそう。まあそれで、あのなんかそう考えると。 なんかカナダって結構進んでるのかそれとも日本は企業の方がすごいのかなちょっとどっちが進んでるかがわからないんだけども、まあ、パッと見だよ、うん、パッと見、まあ、あの偏見で読み解くやつですから、うん、そうですね、えー、あの EV かはカナダの方が完全にこういった観光に使う、うんえー、バスなんかも EV に変わってるんでる変わっていってるんで、はい、まあカナダの方がちょっと、えー、まあ進んでるんじゃないかなって私は気がしました。 僕の独断と偏見で言うとですね、はい、日本にはやっぱ新しくあの電気を供給する施設を作るのに土地がないんじゃないかと。あ確かにか、ね、テスラのねチャージするとこもねすっげえ少ないよねそうなんですよねカナダで言ってもやっぱ少ないから、うん、その工事費から土地を探すのがまずかなり大変になってくるんじゃないかだから日本で言うといろんなガス会社と提携を組んでいってやっと、うん、あのガソリンスタンドに となるの横に EV 用のができるっていくんじゃないかなとななるほどなんかね一歩進んでねすごいニュース見たよ電装って知ってるあはい電装がね考えてるのはね交差点にこれ iPhone って置くだけで充電できるじゃんははい、はい交差点にそれを置くんだってなるほどだ赤の間に充電する賢いすごいでしょ賢いそうだ止まれば止まるほど赤でよかったみたいな <laughs> ああ充電できるみたたたいなまかっねそうすると充電したくない延々走れるっていうのを推し進めてるらしくて、はい、そういうところ日本はまあ結構ねあのアイデアと進んでるなと思って、うん、やっぱ土地がない代わりにそういう発想が生まれるんでしょうねだろうねだってカナダでそれやっても誰も止まらないですもんねだって止まるとこないもんハイウェイ、うん、だってさ バンクーバーまで行ったでしょ行きました信号は何か所あったバンクからバンクーバーまで信号リアル3つぐらいで, <laughs> でしょ覚えてるのそれぐらいでしょ、うん、ゴール全で1個でしょ、はい、あとソレントっていう街でソレントじゃな,いどなんかどっかで1個で、ね 1> ね、カムループスあたりで1個 1> 覚,覚えてないレベルでしょそう,そうだからね日本でカナダではちょっとや,っぱやっぱ充電しないとダメだう、ね、そうね止,止めて充電しないとダメだろうね それではますますカナダはこれから EV 化が進んだり s,、うん、<S d g に関するそういう施策が進んでいくんじゃないかと思います僕らも、ね、個人的にできることをやっていきましょう。